感謝トーマス。トーマスの早起きというお話。ソドー島ではいつも機関車たちが忙しく働いている。ゴードンは急行列車を引っ張り、パーシーは郵便物を配り、そしてトーマスはお客さんを乗せ元気いっぱいに走っていた。ある朝、トーマスの機関助手が仕事に出かける準備をしている時、トーマスは親友のパーシーがいないことに気づいた。パーシーを知らないかい？さあね、忙しくてそんなことわからないよ。そこにトップハムハット卿がやってきた。トーマス、パーシーはピストンが故障してしまった。今から整備工場に行くところだ。きっと明日は郵便配達ができないだろう。君が代わりにやってくれたまえ。トーマスはワクワクした。郵便を配達するのは初めてだ。彼は汽笛を大きく鳴らした。わかりました。一度配達してみたかったんです。では君に任せよう。しっかりやるんだぞ。もちろん頑張ります。任せてください。トーマスは踏切でゴードンに会った。パーシーは修理中なんだ。明日は僕が代わりに郵便配達をするんだよ。パーシーの代わりにか？ちゃんとやり方は教わったんだろうな。大丈夫さ、ゴードン。郵便配達のことなら知ってるもん。だったらいいがな。トーマスは一日中一生懸命働いた。そしてその夜、彼はパーシーに会うため整備工場へ行った。パーシーは落ち込んでいた。ピストンは治ったかい、パーシー？まだ治ってないんだ。安心して、明日は僕が郵便配達するからね。ありがとう、トーマス。わからないことはない？全部わかってるから平気さ。そうだ、もう寝ないとね。明日は早起きしなきゃいけない。トーマス、本当に大丈夫なんだね？もちろんだよ、パーシー。もう機関庫に戻らなきゃ。たっぷり寝ておかないと。じゃあね。次の朝、トーマスはとても早起きだった。郵便貨車を引いて走るのがとても嬉しかったのだ。でもまだこの時間は鳥の鳴き声さえしなかった。誰もがまだ夢の中だったのだ。最初にトーマスは石切り場へやってきた。石切り場の人に郵便が届いたことを知らせなきゃ。ワクワクしていたトーマスは汽笛を大きく鳴らした。そして元気よく走り出した。でも彼はその汽笛でメイビスを起こしてしまったことに気づかなかった。もううるさくて目が覚めちゃったわ。次にトーマスは港にやってきた。港の人たちにも来たことを知らせなきゃ。ワクワクしていたトーマスはここでも汽笛を大きく鳴らした。そしてまた元気よく走り出す。でも彼は汽笛でクランキーを起こしてしまったことに気づかなかった。朝っぱらから誰だ。すごく楽しいな。最後にトーマスは整備工場にやってきた。整備工場の人たちにも来たことを知らせよう。ワクワクしていたトーマスは今までで一番大きく汽笛を鳴らした。そしてウキウキした気分で走り出す。でも彼は大きな音でビクターとケビンを起こしてしまったことに気づかなかった。今のは何だったんでしょう、ボス。
さあな、ケビン、なんだろう。こんな朝やからな。トーマスはその朝もずっと一生懸命働いた。彼はあちこちで汽笛を大きく鳴らして走った。郵便配達って楽しいな。すぐにトーマスは郵便配達を全部終わらせた。そろそろ休憩のため機関庫に戻る時間だ。石切り場を通りかかった時、トーマスはメイビスを見かけた。彼女は石を積もうとしているところだった。その時だ。メイビスが正しい位置に貨車を止めていなかったので、石があちこちに散らばってしまった。おかしいぞ、メイビスがあんなミスをするなんて。トーマスはメイビスが眠り込んでいることに気づかなかった。彼女は寝ぼけてミスをしてしまったのだ。次にトーマスは港を通りかかった。クランキーが船から大きな木箱を下ろしている。その時だ。クランキーが木箱を地面に落とし、バラバラにしてしまった。おかしいぞ、クランキーがミスをするなんて。トーマスはクランキーが眠り込んでいることに気づかなかった。クランキーは寝ぼけていたのだ。トーマスが機関庫に戻ってきた。彼はパーシーに配達のことを話したかったが、そこにいたのはトップハムハット卿だった。彼はカンカンだった。トーマス、朝早い時間から大きな汽笛を鳴らしてメイビスを起こしてしまったようだな。港でもクランキーを起こし、整備工場ではビクターも起こした。みんな寝不足でミスをしてしまったんだぞ。トーマスは自分の汽笛がみんなを起こしてしまったと分かり、とてもがっかりした。すみません、トップハムハット卿、僕のせいです。いいかトーマス、明日はちゃんと仕事をするんだぞ。パーシーはまだ修理中だからな。わかりました、しっかりやります。その時ゴードンがやってきた。彼はトーマスに問題があったことを聞いていた。君の言う通りだったよ、郵便配達は大変な仕事だ。パーシーに聞けばよかった。今度はちゃんと教わるからね。その夜、トーマスは整備工場にパーシーを訪ね、郵便配達について詳しく聞いた。パーシーは静かに運ぶことが大切だと教えた。次の日、トーマスは朝早くに出発した。トーマスは石切り場に到着しても汽笛を鳴らさなかった。彼はメイビスを起こさないように静かに走った。次にトーマスは港にやってきた。ここでも彼は汽笛を鳴らさなかった。クランキーを起こさないようにしたのだ。最後にトーマスは整備工場にやってきた。郵便を届ける間、彼は一度も汽笛を鳴らさなかった。ビクターは眠ったままだった。でもパーシーは親友のトーマスに会うために早起きをして待っていた。すごいじゃないかトーマス、ちゃんと郵便を届けられたね。ありがとうパーシー、郵便配達で一番大切なことが分かったよ。静かに運ぶこと、そうだろ。パーシーは嬉しくて汽笛を大きく鳴らしたくなった。でもその時彼はトーマスが眠り込んでいるのに気づいた。おやすみトーマス。トーマスは役に立つ仕事を終わらせて幸せな気分で眠っていた。トーマスの早起きというお話でした。旅に出よう、遠いところへ、世界中を巡ろう、すごい冒険が待っている、たくさんの発見が待っている。 Let's go! トーマスたちの旅は続く。